納豆の蓋、タレが入った蓋ちぎった後間違えてタレの方ゴミ箱に捨てがち。どうもみたらしです。納豆を食べるときご飯の上には乗せないで食べる派のずんどうです。乗せるやつおる、おるよこのように。ということでね、ということでね、突然なんですけど、デレン、最近私買い物をしまして、ですが買い物をしたでしょう。なんですけども、はい、ごめんなさい、ネットショッピングよく利用、うん、まあ今時ね、100人いたら100人が使ってるんですけど、うん、そうだね、100人のおじいちゃんいたら全員100人のおじいちゃん使ってるもんね。そう、100人とも全員おじいちゃんなんですよ、そういう大体。なんですけど、はい、うん、プロテインをね、僕大体毎日飲んでるんで、うん、安しいやつを買うんですよ、うん、で安しいプロテインって海外製なんですね、うん、安い、そう、安井さんですね、これがね、うん、イギリスからね、船で届くと、イギリスね、国際便で、ご注目ですね、イギリスで、まあ毎回頼んでるんで、今さら何とも思わないんですが、うん、結構時間かかるんですよ。あ、そうなんだ。で特に今なんてね、コロナ禍なんで1ヶ月とかかかるんですけど、うん、1ヶ月、はいはいはい、本当に。でまあようやくね、ついこの間プロテイン来まして、うん、でドーン開けます、ドーンてか、まあ開けようと思うじゃないですか。それドーンっていうのは口で言いながらですか？あ、いや厳密にはもうお尻から出てるますね。あ、なるほどね、音としてはお尻の、はい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 、はい、じゃなくてですね、その前にお兄さんがね、ヤマトのお兄さんが届けに来てくれるんですけど、うん、どうやらね、なんか段ボールがビニールに、でっけえビニールに包まれたまんまで持ってきてもらってて、はあ、ですごい申し訳なさそうなね、メガネのかけた兄ちゃんがね、うん、すいません、こちらの商品なんですけど、ちょっと中で漏れちゃってるみたいで、みたいな。漏れちゃってる、はいはいはい。で、粉がね、もうこれ、出ちゃってるんですけど、みたいな。で、見ると確かにね、もう、明らかにね、その袋の中に、怪しい粉が散ってるわけですよ。怪しい、やったな、つって。で、一応、これはお客様の方で中身確認していただけませんかと。うん、でまあはい、わかりましたっつって、こうその場でね、もう家の中入れるのも嫌なんで、うん、その場でバーン開けて、バーンっていうのは口から出てるんですけども、はい、じゃあ滑稽ですね。開けて見たところ、もう案の定ですね、うん、このこれですよ、写真はまあ多分どっかに上がってるんでしょう、うんうん、写真のようになってたと、はい、もう完全に横に穴が開いておりまして、うん、もう純白の粉をまとって、まあ、緑なんですけど粉だらけだったんですよ。でもなるほどね、はい、こんなことなかったんですけど、とりあえずヤマトの兄ちゃんが、これ本当に大変申し訳ございませんと、うん、うちで返品作業などさせていただきますのでみたいな、うん、いやでも兄ちゃん悪くないじゃんって思って、そうだね、でいいんですかみたいな、わざわざ、うん、僕の方でもしますよみたいな話したんですけど、いや持ち帰らせていただきますつって、すいません、本当に今回本当に申し訳ございませんでしたって言ってバタッと帰って、うん、あ次の日電話が来て、うん、すいません、やっぱりお客さんの方でやってもらえますかねっていうね、なんやねんってことで、もうね、うん、また別日にね、同じ兄ちゃん来て、本当に申し訳ないですってこちらの確認見せて、やっぱりお客様の方でやってもらわないとみたいな、ね、まあまあまあだと思いましたけどねみたいなね、半分ぐらい、うん、まあそうかなと思ったんですけどって言いながらね、上げて落とされたね、うん、ねってことで、もうしっかりね粉まみれのまんま部屋に置いて、また返品作業なんやかんやしつつ
もうイギリスのあれなんでね、あの時差ありすぎて、もう1日1通しか返ってこないんですよ、うん、連絡もう直接やり取りしてんの？あ、まあなんかサイトで連絡カスタマーサービス的なのがあって、うん、そこで連絡、イギリス語で、イギリス語でね連絡してるんですけど、うん、もうしっかり8時間後ぐらいに帰ってくるんで、うん、まあ、なるほど、1週間ぐらいかけ連絡が終わり、うん、ようやく送りますと来て、うん、かれこれ1週間以上経ってるんで、あと3週間後に届きますおっせおっせっていうね、なんかこういうハプニング、はい、僕あんまりしたことなかったんで、うん、ちょっとこんなことがコロナ関係ないけどねありましたっていう、まあ、個人的にはね、もう一回あの破れてきてほしいっていう思いと、あのもう一回申し訳なさそうなメガネのヤマトお兄ちゃんがね登場してくることを願っておりますので、いや本当に胃に穴が開いていないことを願いますお兄ちゃんの、ああ、まあ、もしかしたらあの人がやってるかもしれんけどねあの顔で、うん、もうサイコパスが過ぎます許しませんこれ破ったら困るかなあの人ね、その飛行中学生みたいなことはしないでくださいそうですね、してるはずがないんです、はい、そんなことがありました。はい、あのですね、あのですね何ですか急に、ことがね、急にどうしたんですか、おかしくなっちゃいました、なんかすいました、こんな、はい、捨てないですけど、なんとか親方の子供の時、なんでもないですそう、あったんだよ、僕もネットショッピングというかね、まあ、ただネットショッピングがあったんだ。ネットショッピングで同じようつく、まあ僕も一悶着あったので話をしたいんですけど、悶着してましたね。ちょっとね長くなりそうなんで、続きは後半でお会いしましょうというわけで皆さん、はい、次回後期期待ということで、いってらっしゃい、いってらっしゃい、次回寸胴が吠える、寸胴が叫ぶ、みたらし、おもらしするの3本でお会いしましょう。